木浦市長、木浦市は、韓国全羅南道西南部の市。李氏朝鮮時代末期に開港場となり発展した港町であり、かつて8000人以上の内地人住民を抱える日本人の町であった旧市街地では、日本統治時代の和風建築や近代建築が多数残っている。木浦市は、湖南線の終着点であり、日本本土や中国との交易で栄え、 植民地時代には朝鮮半島有数の大都市だったが、1970年代以降は沈退した。戦後日本との経済的関係が途絶えてから、ソウル普山の軸を中心に、経済成長を図る韓国政府の政策によって、経済成長から取り残されて、衰退の一途をたどっていた旧ら市であったが、1990年代以降から旧市街地の東側を中心として、 ニュータウンが形成されてからこうした状況は徐々に改善されている。ただし、工術のような旧市街地とニュータウンとの格差が問題になっている。朝鮮半島最西南端に位置する港町で北から東にかけては無安軍、南は霊岸軍に接する。西は航海に面し、海上に浮かぶ当初のほとんどは新安軍に属する。 有名な新安沖沈没船が引き上げられたのは、この辺りである。1990年初頭の頃、従来の市街地の東側に、下津津美ニュータウンが建設され、同じ頃に、旧羅市の南側に、坂山へを挟んで隣接している、霊岩群の三固有に、大仏国家産業団地が造成されながら、同時期に、それまで、 インチョン港域市に所在していた旧春ラジュ工業が移転した。また、2005年頃には、港州港域市に所在していた全裸安道庁が、下津津ニュータウンのさらに東側の無安郡域に移転した。こうして、全裸南道の道庁所在地として、無安、木浦の漁師群をまたがって、南岳ニュータウンが形成された。これらの新市街を中心に、 木浦市は隣接する無安軍の地域に所在している、全羅南道庁及びその付属機関、霊岩郡域に立地した工業地帯のベッドタウンとしても機能している。しかしその一方、木浦駅、十達山を中心としている、従来の市街地は2008年度に旧市街地活性化条例が制定されたにもかかわらず、長い間賃貸から抜け出せない状態のままであった。最近は、 狭い木浦漁業共同組合の敷地を別の場所に移転してその跡地を再開発したり、廃れつつある下町を芸術の町として作り変えるなど、旧市街を観光都市として再生しようとする動きもある。木浦駅、ありがとうございます。